皆様、ようこそお越しくださいました。ゼンキーと申します。今回ご紹介させていただきますのは、平毛支援さんから発売が予定されております、オーバーゼロ、テイスターでございます。美少女プラモデルがメインコンテンツの私のチャンネルで、ちょいちょいこういったものを挟んでご紹介しておりますロボットキット。しかも今回のこのキットは、動画タイトルとかサムネにもありますように、私が普段プラモデルとかフィギュアを購入しております77フィギュアさんのご紹介でメーカーの平毛支援さんからご提供いただいた発売前のサンプル品になります。こういったもののご依頼いただけるって本当ありがたいんですよね。本当ありがとうございます。で、先にですね、商品ご紹介する前に軽く補足をさせていただきます。今ご覧いただいてますのがパッケージ正面なんですけれども、右上にありますこちら平毛支援さんのこのロゴですね。こちらの商品、おそらく私のチャンネルでは通算今回のキットで4個目になると思います。そのうち1個はこちら、美少女プラモデルで。ただこの商品につきましては、アクションフィギュアとかで有名なビッグファイヤーバードビルドさんとのコラボキットということで、ちょっと毛色は違うんですけれども、平毛支援さん単独で発売されているロボットキットで言いますと、今回のが3つ目になると思うんですよね。で、第1弾目がナイト・オブ・ダーク・スカイというキットで、私のチャンネルでは3年ほど前にご紹介しました。現物がこちらですね。当時のサムネ横に出しておきますけれども、もう手で持っているこのサイズ感から言いましても、かなりボリュームがあって、それでいてめちゃめちゃかっこいいロボットキットなんですよね。各関節の可動も良好ですし、ただ単純に動くだけではなくって、可動に合わせて周辺のパーツが連動して動くという、こういったロボットキット好きにはたまらないギミックがありました。ただ、こちらのナイト・オブ・ダーク・スカイの頃には、パッケージの方にこちら、平毛支援さんのこのロゴっていうのは、メイクされてなくって、このパッケージ左下にあります、こちらのノンゼロスタジオですね。このロゴだけ出てました。まあその後、社名変更といいますか、何かしら合併とか統合とかあったのか、まあそういったいきさつはわからないんですけれども、まあ同じロゴを掲げてましたので、こちらも平毛支援さんのキットと言ってもいいんじゃないかなと思います。で、次にご紹介したことがあるのが、約1年前にご紹介したザ・レギオン・オブ・ソーというロボットキットが、こちらですね。これもでかいハンマーを持っていたり、背中の巨大なこの武装フレーム。全体的に重厚なデザインでありながら、洗練されたシャープな、むちゃくちゃかっこいいロボットキットなんですよね。といった風に、これまでご紹介したいずれのキットも、重厚でかっこいい上に、価格もそんなに高くなくって、非常にクオリティの高い商品となっておりました。で、今回は、まだ新たなロボットキットということで、早速パッケージとかご紹介していきたいと思います。今ご覧いただいているのが正面の方ですね。背中にサバームを装着した黒ベースのロボットが、右手には銃、左手はこれ腕の側面からブレードがなんかが出てるんですよね。そんなめちゃめちゃかっちょいいポージングとなっております。しかも今回は、下に書いてありますけども、この初回特典バージョンということで、おまけのついたキット構成となっております。で、箱は、もう相変わらずめちゃめちゃでかいです。で、厚みも相当あります。で、側面の方がまずこちらがこんな感じになっておりまして、これが完成品のフロントとリアですね。塗装したのかどうかはちょっとわからないんですけれども、頭部の目のところに発光ギミックがあったり、この腰部にサスペンションみたいな可動ギミックがあったり、まあ、あとは注意書きとか書いてありますけども、で、側面の方がこんな感じになっておりまして、ちょっと近くて映りにくいかもしれませんけども、これが通常の武装状態の全身像ですね。で、背面がこんな感じの、めちゃめちゃかっこいいクリスタル感のある、キラッとしたデザインとなっておりまして、反対側がこちら。これが多分初回限定のこのマントが付いてるものですね。で、反対側の側面がこんな感じになっておりまして、こちら。まずこんなビークルですかね、からこんな4本足のロボットになったものが、背中にマウントしてそれぞれ足を伸ばしたところが、その追加の武装であったり、この片膝立ちのポージング、めちゃめちゃ自然に取れてますよね。で、さらにこちらの方に、これ専用の展示ベースってとこでしょうか。土台の部分とか背部のパネルのところに付属する武器とか、そういったものをマウントするギミックもあるようです。では、中身の方も当然ご紹介していくんですけども、前もって見たんですけども、箱がでかい上に分量も非常に多い上に、実は箱がいくつか分かれてたものですから、ちょっとカットを挟んで中身の箱、まずはここに並べてみます。箱の中にはこんな風に3つの箱がさらに分化されて入っておりまして、で、しかもこの3つの箱だけではなくって、この箱の外側に、こういった厚紙がついててですね、これが表側なんですけども、裏返してみますと、こんな風に、めちゃめちゃかっちょい背景パネルとなっております。夜の大都市、雨が降ってます。そんなシチュエーションですね。で、3つの箱ですけれども、それぞれ入っているものが違います。まず左側の、こちらですね、このミックスアッセンブリーベースって書いてありますけども、要はこれ展示ベースだけが入った箱になります。箱の裏側にこんな風に、パーツリストが載っておりまして、まあ中身については軽くご覧いただくだけで、まあ説明書とかも含めてなんですけれども、まずこんな風に隙間埋めるものが入っておりまして、この中にこんな風にキットが入っております。で、説明書とか、プラキットか、この中にこんな風にバサッと入ってるだけなんですけども、軽く説明書だけご覧いただきますね。こんな感じになっておりまして、まず中の開きますと、こちらが展示ベースの完成品の写真ですね。こんな風にベースの部分ですとか、
背後のこのパネルといいますか、このラックってとこですかね、に武器を収納できたり、で、さらに4本のアーム。多分この4本のアームはこちらではなくて、後でご紹介するサポートメーカーですかね。あちらについてる脚部を取り付けるっていうことだと思います。で、こんな風に片枝立ちの状態で一緒に飾ることができますとか、で、中の方に作り方の説明が書いてありまして、こんな感じですね。ベース部分を作っております。こういった手の込んだベースっていうのは、アクションフィギュアの方ではちょいちょい目にするんですけども、たくさんあるこういった武器類、ちゃんと格納できるっていうのはやっぱり嬉しいですよね。なんかパッと見自販機みたいに見えますけれども、こんな風に格納できますよとか、本体を付けるときにはこの位置に取り付けましょうとか、でさらにベース専用のデカールガイドまであります。で、こちらがミックスアセンブリーベース。次に右側の、ちょっと小さめな箱、こちら。GTA-008 ですかね。なんかここにマルチなんちゃらかんちゃらメカニカルドッグって書いてますので、サポートメカの例の4本足のあれ犬だったんですね。の箱になります。これも同様に後ろ側の方にこのようにパーツリストが載っております。箱の外側にパーツリストってよくよく考えると結構珍しいですよね。で、こちらの方も中身の方を開けてみますと、こちらも中にびっちりとパーツが入っておりまして、真ん中は段ボールで仕切られてますけども、こういった全塗装されたようなシルバーのパーツがありますし、作り方の説明書がこちらですね。中さんに英語で説明書いてありましたけども、で、中の方に参りまして、まずこちらが完成品の写真ですね。先ほど全体の外パッケージもありました、サポートメカのワンちゃんですね。フロントビューとリアビュー。で、足を畳んだこんなビークルモードっぽくなったり、このウィングをつけたり、こんな風にビームガンですかね、を装着した状態があります。で、さらにこちらの方で、多分これはビームガンはここの部分に頭がありますけども、脚部とかこの背中にマウントしているようです。で、中の作り方が書いてありまして、まずこちら、まあ、どこ作ってるのか、まあ、胴体ですかね、をこんな風に作成しておりまして、で、こちらの方で、ボディーブームでしょうか、そちらを組み立てて、頭部を取り付けております。で、こちら、×4、脚部ですね、を作って、本体に接続。まあ、これがいわゆる犬状態ってとこでしょうか。で、そこから、一部パーツを取り外したり、足をこんな風に折り曲げて、本体に取り付けて、で、背中にマウントできますよとか、側面に武器もマウントできるようですね。で、この手の先端には各種武器を持たせたり、で、ここにデカールガイドがあります。一個の箱に分けずにこうやって、展示ベースとかサポートメカだけで、それぞれケースが独立してるってのは結構珍しいですよね。そして最後、こちらがメインのテイスター。多分テイスターって読み方で合っていると思います。他のショッピングサイトさんの方でも予約を受け付けておりまして、そちらの方では名前が違うんですけれども、77フィギュアさんでのカタカナ表記ですとか、実際このアルファベット、翻訳ソフトに打ち込んで発音させるとテイスターだったりするので、それで合っていると思います。で、こちらの方ですね、上の蓋の部分、カパッと開けますと、まず、これはキットではなくって、こんなシートが出てきます。これ紙じゃなくって多分プラスチック製なんですけども、かなり細かく、多分今回のメカの設定側ですかね、のこんな、これももしか紹介特典なのかもしれないんですけれども、こういったものが同梱されております。で、中身の方ですけども、まあ、こんなカードがありまして、裏に多分デザイナーさんか誰かさんのこんな感謝のお手紙みたいなものがあります。で、あとは、まあ、作り方説明書は最後にするとしまして、まずこちらが初回特典ということで、こんなビニール袋入ってますけども、これが例のこのマント的な服ですかね。背中のマントだけじゃなくて、この袖口があるっていうのはちょっと意外ですね。この状態だと分かりにくいかもしれませんけども、こんなコートですね。このフードもありますので、フードが付いているこのロボット状の服っていうのはなかなかすごいものがありますよね。おそらくキットのサイズ感から言って、6分の1アクションフィギュアにも着せることができるんじゃないかななんて思います。で、中の方にはこんな風に、まあ、薄めの箱とはいえ、結構びっちりとパーツが入っておりまして、だと個人的に非常に嬉しいというか、これすげえなと思ったのが、外箱でもご覧いただきました、頭部の発光ギミックですね。あれの LED のパーツとかもあるんですけども、あれどこ行ったんだろう。ありました。これですね。単純にこの発光ギミックだけではなくて、今回ちゃんとこのボタン電池も同梱されております。おそらく100均でも売ってるサイズ感のものだとは思うんですけれども、電池同梱してくれるって地味に嬉しいですよね。では、説明書の方ですけれども、こちら。テイスター。なんかロボットで多分巨大兵器だと思うんですけれども、こういった布製のコートを着てるとサイボーグ感もあって、このコートのありなしだけでも結構様々なシチュエーションで飾ることができそうですね。で、中の方に参りまして、こちら、完成品の写真やら何やら。びっちり説明がありますけれども、英語と簡単字表記なのでさっぱりわかりません。で、これも完成品の写真から、なんかイラストっぽく見えますけれども、これが全く装備してない素の状態だと思うんですけれども、めちゃめちゃ洗練されてると言いますか、スタイルいいですよね。で、こちら、武器を構えたポージングですとか、この腰部にサスペンションギミックっぽいものもあるようです。で、この大きめのハンドブラスターってとこでしょうか。で、腕部にはブレード、とこのハンドガンを持ったポージングとか、可動範囲もかなり良さそうです。で、次のページが、こちらも同じく、可動の説明とかですね、膝の部分の可動のこととか、背中のこれねじるギミックでしょうか。で、さらに、プロダクトディスプレイ、いろんなポージングですね。さっきのワンちゃん、背中にマウントしたり武器を持ったり、
で、これもそうですね。ワンちゃんの足を伸ばした、ワンちゃんって言い方あれですけれども、サバウに武器をマウントしたり、こう堂々と大しく立ってる姿っていうのもかなりの迫力じゃないでしょうか。で、次のページがパーツリスト。まあ、パッと見た感じ少なそうに見えるんですけれども、かける2が多いですからね。分量としてはなかなかあると思います。で、ここにちゃんとボタンセール、ボタン電池のことも書いてあります。で、次ここ、実は作成ではなくって、これはファーストインデックスということで、作品ですね。頭部を作るには、例えばこれ B とか C の字のランナー使いますよということで、で、ボディならこれ。で、次のページも同じようにインデックスになっておりまして、この腰部とか、腕部、脚部、武器ということで、で、ちなみにこの下の方に完成に至るまでのパーセンテージが書いてあります。で、次のページから組み立てが始まりまして、まずは頭部の組み立て。右上に LED ユニットとか、電池の説明があります。一応ここにもボタン電池の番号がありますので CR927 ってやつですね。電池入れの時には同じ型番のものを買えば大丈夫です。で、頭部が完成しましたら次に胸部の組み立て。ちなみにこの段階で全体的な進捗状況は 5% だそうです。で、次のページで同じようにこの胴体を作っていくんですけども、何分各種この細かい可動が組み込まれているせいか手順がかなり長いんですよね。こんな風に腰部のこのサスペンションっぽいところとか、ここにスナップバチンとはめるみたいな指示もあります。で、今度はこれが背中の部分ですね。先ほど冒頭のページにもありました。体をよじった時のこの背骨の可動周りをです。で、首の周りの襟っぽいところを取り付けたり、で、次のページでさらに肩の部分のパーツが取り付けて、ここでようやく胸部が完成ってところですね。で、次に今度は腰部の組み立て、股関節部分です。こちらもこのフロントスカート的なものとか、リアスカート取り付けております。で、ここから腕部の組み立て。まずこれは肩の部分ですかね、を組み立てております。で、次のページで上腕部分とかこんな風に作ってるんですけども、全ての工程がかける2となっております。で、この腕の側面の伸縮する武器の部分とかで、この段階で進捗状況は 30% で、さらに前腕部分のパーツとかハンドパーツを取り付けていって、この上の方で右腕が完成、下の方で左腕が完成。で、次のページで今度は脚部ですね。これも工程は全てかける2と書いてあります。太もも部分の向きで左右が識別されるって感じですね。ここにもサスペンションっぽいものですとか、で、ここで足首が完成。で、これが太ももとかすねの周りですね。膝の関節見たところ、二重関節ではないように見えるんですけれども、それでも片膝立ちとかしてますからね、可動はすごい良さそうです。で、さらにこんな風にパーツを取り付けていきまして、ここでようやく内部全体が出来上がる感じですね。で、さらに外側から外装パーツを取り付けていって、こんな風にですね。で、次のページで、さらに太もも部分のパーツとか、こんな風に取り付けていって、左側で左足、右側で右足、進捗状況は 60%。で、全体を連結して本体部分の完成。で、ここで腕のところの武器のマウントのいろんな例が書いてありますね。一旦グリップ部分を外して、それにブレードを取り付けるか、あるいは直接こういったブレードを取り付けることもできるようです。で、次のページで、これは武器の持ち手なんですけども、一般的なプラモデルっていうのは、ハンドパーツにグリップを差し込むってことが多いんですけども、これ見た感じ、ハンドパーツの方にグリップ部分が組み込まれていますので、このブレードを付け替えて武器持ち手を再現するようで、おそらくですけれども、かなりこのブレードというかグリップを持った時の指の配置とか、かなり自然になってるんじゃないかななんて思います。で、さらにブレード部分については、その刀身部分だけを太ももにマウントすることができるっていう説明もあります。で、次に今度は射撃用の武器ですね。サブマシンガン的なものとハンドガン的なもの。まずハンドガンを作ってますけども、これもホルダーに取り付けることによって2丁ですね、腰部にマウントしたり。で、ここからサブマシンガンってどこでしょうか、の組み立てがあります。で、次のページでサブマシンガン的なものがこんな風に完成したら、で、ここでも武器持ちで作ってるんですけども、これも先ほどのブレードの持ち手と同じように、こんな感じでグリップにハンドパーツを通すのではなくって、グリップも組み込まれたハンドパーツごと交換するという仕組みのようです。なんかこんなところに細かいメーカーさんのこだわりを感じますね。で、このサブマシンガン的なものは腰部にマウントしたり、ハンドガンのグリップを外して、サブマシンガンのグリップも外して、で、この重心部分だけを腕横にマウントすることもできるようです。進捗状況は 90%。で、次のページで最後に、水電車デカールのデカールガイド。なんか細かいのがいっぱいありますよね。まあこういったものについてはなるべくこの指示に従って貼っておきたいなと思います。で、シールを貼って 100% になります。で、最後のページがこちらが初回特典のこの衣装を着た状態ですね。まあどういう風に着せるっていう手順はないんですけれども、見りゃわかるってとこでしょうか。こんな展示ベースに片足を乗っけて、ワンちゃんもいて、もうこれでもかっていうかっこいいポージングですよね。で、こちら、共闘している部分ですとか、さらにこういったジオラマ的な飾り方もあります。同梱されていたパネルと背景は違いますけれども、まあこれはこれでかっこいいですよね。説明した以上、こんな感じですね。いや、1個のキットとはいえ、展示ベースとロボットと、さらにサポートメカのワンちゃんということで、3箱に分けられているという、めちゃめちゃ気合の入ったキットですね。ではこちらの方も早速組み立てて、まずは完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。正直エフェクトパーツですとか武器の種類とか非常に豊富だったので、ありとあらゆるパターンをご覧いただくわけにいかなかったんですけれども、数限られた状態でもこのキットのクオリティの高さ伝わったんじゃないかななんて思います。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットなんですけども、塗装とかは一切しておりません。普通にそのまま組み立ててデカールを貼っただけとなっております。では付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。ちょっとテーブルねごちゃごちゃしてますので、この細々したものを先にご紹介していきますけども、まずは何と言いましても右横にあります初回特典の、言うならばこのボロコートですね。これは3つのもので構成されておりまして、まずこのちっこい筒っぽの状態のですね、こちらなんですけども、今回のこのコートちゃんと着せた時に半袖の袖口も再現されておりますの、袖口の部分だけが別になっております。これにつきましては、この腕を一旦肩から外して肩アームを外して、この大きい穴と小さい穴があるんですけども、大きい穴から胴体側の軸で、この小さい穴からボールジョイントの軸を出して、ボールジョイントの方には肩アームを再度取り付ける構造になっております。で、これのものを両腕付けた後でこのコート本体を着せて、この2箇所の穴ですね、ここから腕を差し込んで着せるということになります。で、こちらなんですけども、このベルトの部分とか、ちゃんとベルトが、ちゃんとこの紐がありまして、反対側に通すことができるようになっております。先ほどターンテーブルでご覧いただいたときには、この上2箇所はベルトを通しましたけども、この下については通しておりません。で、下側のベルトについてはこの背中の方に、このですね、これもキットの中では別々になってたんですけれども、このベルトに通す、まあ、言うならこれが銃を入れるホルスターですね、これが左右あります。で、下のがこんなボロい感じになっていて、激しい戦いをくぐり抜けてきた、そんな感じが見事演出されております。両側のここのラインの部分ですね、には針金というかリード線が入ってまして、こんな風に風にたなびいた感じとか、体にまとりついた感じ、そんな風に表情付けをすることが可能となっております。まあ、初回特典というのがこの、言うならばボロコートだと思うんですけども、ベルトのところであったり、このコート部のフードですね、これ後ろで縫い付けられているので頭に被せることはできないんですけれども、ホルスターがあったり、金属のベルト通しがあったり、さらにこの袖のパーツもあったりという風で、かなりクオリティの高いものになってるんじゃないかななんて思います。次に本体で使用します交換用のハンドパーツ。今本体の方がグッと握った握り手、それ以外に3種類。まずこちら左の方から、これが開き手ですね。まあ、後でご紹介する全てのハンドパーツに共通なんですけども、この親指のみボールジョイントでこんな風に稼働させることができるようになっております。こちら開き手が左右一対。次にこちらが言うなればブレード持ち手ってとこでしょうか。説明書の段階でもお話した通り、このグリップ部分についてはハンドパーツ側に組み込まれております。で、これに取り付けることができるのが、例えばこのちっちゃい、こんなハンドナイフってとこでしょうか。上側にここの部分でパチッと取り付けることもできますし、逆にこれを外して下側につけて逆手に戻すことも可能です。で、さらに取り付けることができるブレードは何もこのハンドナイフ的なものだけじゃなくって、こちらのクリアパーツを利用したブレード。今ここ合計4本置いてありますけれども、そのうち2本には、この基本の部分にこのグレーのパーツが付いております。このグレーのパーツを取り付けることによって、この反対側にこんなに取り付けて、まあ、これでブレードにしてもいいですし、両側にブレードしたり、片側をこんな風にハンドナイフっぽくすることで、これをこれでかっこいい武器の状態にすることもできます。まずこちらブレード持ち手が左右一対。次にこちらが銃持ち手ですね。こちら銃なので、接続のジョイントは片側のみ、反対側はグリップの下の形状を再現しております。で、ここに取り付けることができるのが、このハンドガンとライフルになるんですけども、例えばこのハンドガン、このままでは当然持たすことができません。グリップがありますので。まあ、このグリップは、腰部とかにマウントするときの手で持たせない用のグリップみたいなもので、手で持たすときにこのグリップパーツをここから外しまして、この状態でここにパチッとはめることによって、この人差し指もトリガーにかかっているような、この自然な銃を持った状態にすることができます。こちらも左右一対。次に武器類ですけども、まずこちらが、まあ、ライフルってとこですかね。もう一個あるものと若干形状が違いますけれども、それはこのマガジン部分ですね。こちらは通常マガジンが付いてまして、当然こんな風に外すことも可能となっております。で、このライフルにつきましては、稼働するところがありまして、まず先端の部分、ここはこんな風に上に上げることができます。まあ正直これが何の意味があるのかわかんないんですけれども、ここの部分が稼働があったり、あとはこの肩に当てる部分ですね。後でご紹介します。このサポートのロボットメカを背中にマウントして、サブアームにこの銃をマウントするときには、ここの部分をこんな風に倒して上側に持ってきて、こういったコンパクトな形状にします。まあ当然その時にはこのマガジンとかグリップを外した状態でマウントすることになります。で、このマガジンは今ここには2個置いておりますけども合計4個付属しております。で、マガジンを取った後にその穴の部分ですね、こんなようなパーツで埋めることができるようになっております。まあこれは先ほどお話ししたサブアームにマウントするときに付ける補助パーツってとこですかね。こちらのパルスオービットライフルが2つ付属します。で、先ほど1個はけてしまったんですけど、もう1個あります。こちらがハンドガン。ここにピストルっていう風にデカールが貼ってあります。
で、こちら結構芸駒でして、この上の部分、銃打った時のこのブローバックですね。ここの部分、ブローバックさせることができるような可動があります。これ芸駒ですし、こういった銃の構造詳しい方とかは結構グッとくるものがあるんじゃないでしょうか。で、1個はさっきはけてしまいましたけども、このハンドガンが2丁補足します。まあ、残ってるこちら、まあ、先ほどご紹介した、まあ、ダガーというかハンドナイフですね。これが2つ。で、次にこちらが先ほども利用したクリアパーツのブレードなんですけども、ここのグレーのパーツをつけることによって手に持たしたり、あるいはサーバーアームにマウントすることができるんですけども、このグレーのパーツをつけることができるクリアパーツのブレードが2本ありまして、クリアパーツだけのものがさらに別にこういった風に2つ付属します。これについては、この本体の腕の下ですね、ここの部分をこんな風に展開させた時の先端部分にこの部分を取り付けて、潜在画像の中にもありました、まあ、手首から伸びるサーバーアームってとこでしょうか。こんな風にブレードを装着させることができるようになっております。で、こちらの通常のブレード状態のものが2本と、あとは物がでかいんで1個しか置いてないんですけども、こちらがエフェクトパーツ付きのブレードになります。これもこのままの状態でここにマウントできるんですけども、先ほどご紹介したこのグレーのパーツをここに取り付けることによって、ブレードを手に持った状態で分回している、そういった状態も再現できるようになっております。で、こちらのエフェクト付きのブレードがもう一つ。残り3つのクリアパーツはいわゆるマズルフラッシュエフェクトですね。まずこの一番小さいものがこちらのハンドガン用のエフェクト。中くらいのものがこのライフル用のエフェクトになります。この最もでっかいものなんですけど、これはこちらのサポートロボットが変形した時のマズルエフェクト。ちょっと中途半端な状態でここで一回ご覧いただきますと、このお腹の部分に方針がありまして、前に伸ばした時のこの先端ですね。ここに取り付けることができるようになっております。まあ、この状態で置いといても、なかなか凄まじい絵面ですけれども、まあ、こんな使い方もしてもいいと思います。で、今、マズルエフェクト、1個ずつしか置いてなかったんですけども、ハンドガン用のもの、ライフル用のもの、で、この、言うなれば、ワンコ砲のもの、各2個ずつ、マズルフラッシュエフェクトは付属します。では、残った大物3個をそれぞれ順番にご紹介していきたいと思います。で、まず、左側のこちらの巨大な展示ベースですね。もう展示ベースというには、でかすぎるぐらいの迫力があります。これは通常のこのテイスターを立たすための専用のこんなジョイントが先端についた棒になってますけども、ここの部分、いわゆるスマートフォンホルダーとかで使われている、うねうね曲がる金属かなんかを編み込んだようなアームになっております。なので、ここの部分でこんな風に角度変えることができるようになっておりますし、保持力も十分となっております。で、正面から見た時のここの部分、テイスター UTX6030 って書いてる。これはエッチングパーツです。で、単なるエッチングパーツじゃなくて、裏側がシールになってますので、ここにピタッと貼り付けることができます。で、この展示ベースのもう一個の、といいますか、メインとも言える機能ですね、が、ここの中に格納されておりまして、ただこれが付いてますと、奥側のパネルが開かないので、ここについては一旦ここの状態から外しておきます。で、ここのパネルですね。まず、手前側の方が、こちらと、こちら。で、奥側も、ここと、ここが開いて、で、中からこのパネルをこんな風にクリックがあって引き出しまして、さらにここで180度向きを変えて、で、このパネルを閉じておくと、先ほどターンテーブルで最後ご覧いただいたあの状態にすることができます。今若干ここ補助パーツ残ってますけども、奥のこの丸っこいとことか、このちっこい穴のところ、で、さらにここの部分にもこんな風に中にいろんなものを収納することができます。説明書の中ではここに一通り武器をマウントした後で、交換用のハンドパーツをここに入れてましたね。まあ、ここに入れるのもいいですし、そもそもこの下の部分もこんな風にかなり大きい空間がありますので、こういったところにいろんな余剰パーツを全て収納することができるようになっております。単なる支えのためのベースだけではなくって、飾ることができるジオラマ的な機能も兼ね備えた非常に豪華な展示ベースで、これを使って一緒に飾っていくとかなり見栄えもいいんじゃないでしょうか。で、次にサポートの犬メカってとこでしょうか。GTA-008 がこちらですね。思ってたよりこれ大きいんですよね。犬というよりもなんか、どっかの企業が開発した4足歩行のロボットってこんなデザインだった気がします。で、こちらなんですけども、この4本の足、これ形状は全て同じです。根元の部分でこのように前後にくりぐり動きますし、内外の可動とか、肘にする相当部分でも180度角度変わりますし、先端のサーバームについてはこんな風に開くことができます。で、ここの部分のジョイントにブレードとか銃をパチッとはめ込むことが可能です。で、さらに、この側面ですね。先ほどターンテーブルではご覧いただかなかったんですけども、ここの部分にこんな風に横に伸ばすジョイントがありまして、根元がボールジョイント。ここにブレードとかをマウントすると翼のように展開させることも可能です。では、この状態から本体にマウントするための背部サンブアームと手持ちの武器への変形の方をやっていきたいと思います。まずこの4本の足、すべて外します。で、外した上で、
ここの穴ですね、本来この状態でもいいようにここ穴を塞ぐパーツっていうのは他にもあるんですけども、とりあえず今回はここについているもの、これを一旦外しまして、この前足の部分ですね、ここに付け替えておきます。反対側もどうですね、結局この前足部分については武器になってこの部分を塞ぐ必要があるので、でこの状態でここのパーツですね、ここのシルバーのパーツ、ここの部分を外します。でこちらが銃になるわけなんですけども、この頭部出っ張ってるので一回こうキュッと押し込んでおいて、下から方針を前に持っていきます。でこの状態でここにグリップのハンドパーツですねを取り付けます。ちゃんとこのグリップのパーツに形状がちゃんと合ってて、ここの状態で上の部分をここにパチッとはめて、で下の部分もここの部分ですね、パチッとはめることによってきっちりとこの銃を持った状態でハンドパーツをマウントさせることができます。で残ったものにつきましては、この各4本の足すべてこんな風に2つ折りにしておきまして、でその上でこのこちら側ですねが外側に来るように、このパーツの4箇所の穴にそれぞれ左右のサブアームをこんな風に取り付けていって、でこれを背中にマウントすれば、サブアームを背中にマウントしたバックパック状態の変形といいますか組み替え完了になります。余談なんですけど、ここのシルバーの部分、実は収納ケースも兼ねておりまして、ここの部分パカッと開けることができます。まあ、容量は非常に少ないので何か入れるってわけじゃないんですけれども、まあ、形状から言ってマガジンとか入れておくといいんじゃないですかね。といった感じで、サポートメカのワンちゃんがサブアーム4本のバックパックとこの高火力の3連砲になると、そんなギミックもあります。では最後にテイスター本体なんですけれども、これがですね、個人的に初体験の素晴らしい構造があります。そこも含めて一通りご紹介してまいります。まずはですね、このお顔ですね、このお目目の部分、先ほどターンテーブルではご覧いただかなかったんですけども、目の部分に発光ギミックがあります。後頭部のこの赤いパーツの上のこのグレーのパーツですね、これを押すことによってこの目の部分がこんな風に、ちょっとお分かりいただけますかね、こんな風に発光ギミックがあります。でこの目の形状というものは発光の形状なんですけども、ここも実は何パターンかあります。色とかではなくて、この形状ですね。今これは最も標準的なものなんですけども、これ以外にこんな風に複数のエッチングパーツによる目の部分のパーツがあります。まあ、主に使うんであればこの下側か、もしくは上側の左上ってところだと思うんですけども、この右上とか右の上から2番目とか、結構コミカルなものもあるものですから、お好みに合わせてこのエッチングパーツ付け替えることが可能となっております。でまた一旦このライトは消しておきまして、で各方の稼働をご紹介する前に、まず注目していただきたいのがこちらのキットですね。まずこの正面から見ていただいた時に目につくカラーリングで赤いところ、結構察し色的にあると思うんですけども、ここにこのキットの素晴らしい部分が集約されております。まあ、まず見た目で分かりやすいのはこの腹部ですね、ここの赤いパーツ、まあ、この実は足首のちょっと分かりにくいんですけど、奥にあるこの赤いパーツもそうですけれども、これが言うなればサスペンションといいますか、シリンダー的なギミックになっておりまして、体のこの前後の稼働とかに合わせてこのシリンダー部分が伸縮するギミックがあります。でもう一個あります、この赤いパーツ、首のところとか上腕前腕で太ももで、後ろから見た時のこの背中のラインとか、この太ももの後ろとか背の部分のこの赤いパーツですね、これ実は TPE サーモプラスチックエラストマーっていう、私にとっては初耳の素材なんですけれども、まあ、イメージとしてはシリコンに近いです。非常に柔らかいムニムニしたパーツになっております。これがこういった背中とか太ももの後ろとか前腕部分に対応されているのは理由がありまして、要は肘とか膝、関節は1個なんですけれども、曲げた時にこの TP の素材に柔軟性があるので、実際の人間の腕の筋肉のように曲げてぶつかって干渉した時に平たく潰れるんですよね。そうすることによってほぼ人間並みの可動がこの TPE によって再現されております。まあ、該当するところは後ほどご紹介するとしまして、上から順に可動も含めてご紹介してまいります。まず頭部はこんな感じになっておりまして、ちょっとこの状態分かりにくいかもしれませんけども、この口のところの両側の黒いところとか、あとこの目のところとか、角のところ、こういった細かいカラーは全てパーツの成型色で、まあ、成型色といいますか、シルバーについてはランナーごと塗装されたパーツが使用されているんですけども、普通に組むだけでここまで細かいカラーリングが再現されております。で、頭部はボールジョイントで、前がこのぐらい。で、頭部の中に仰ぎ見る角度のジョイントが組み込まれてますので、上向きについてはかなり大きく上を向くことができるようになっております。実に肩腕回り、肩は引き出し式のジョイントがあります。と同時にこの肩の上のこのパーツですね、この背中から伸びているパーツはここの部分でこのように上げて干渉を避けることができますし、逆にこの脇腹のパーツ、これも同様にこの位置からずらして展開させることもできます。でその上で肩についてはこのように大きく前に引き出し式の可動があります。で肩幅はボールジョイント、多少角度を変えることができるようになっております。で腕は軸接続でぐるぐる回りますし、
肩もどけとけば横方向については水平ぐらいまで持ってくることができます。で、上の部分にロールがありまして、この肘の関節、ここですね、まず1箇所目。ここの TPE、ここの TPE。で、本来であればこう曲げた時に、このあたりでそれぞれのパーツが干渉するんですけれども、そこからさらにこのパーツを押し込むことによって、ぐいっと、こんな感じで、ほぼ人間ぐらいの角度まで肘を曲げることができるようになっております。ブラキットにこういったパーツが利用されているっていうのは私初体験だったので、正直ここの可動の構造っていうのはびっくりしましたね。で、腕の後ろに先ほどもご紹介しました。この伸びるサブアーム的なものが折りたたまれてまして、ここの部分に先端にブレードとか、そういったものをマウントすることができるようになっております。で、手首本体の方には軸なんですけども、この腕側の方に、このように下側に引き出す関節と、さらにこう左右に傾ける可動がありますので、こう銃を構えた時に、こう手首をこう曲げた状態とか、そういった自然な角度を取らせることが可能となっております。で、次に胴体胸周り。まあ、この胸の真ん中のこのパーツとかもそうなんですけども、クリアパーツの奥に内部構造が表現されていて、なんかめちゃめちゃかっこいいんですよね。で、このウエストの部分、4本のサスペンションギミックと、背中の真ん中のこのラインですね、ちょっとここにあばら骨みたいなものがはまってまして、この状態でこう下に傾けても、このあばら骨の部分が柔軟にこんな風にうにゅうに稼働したり、前から見てもこの4本のサスペンションがそれぞれ、カードに合わせて伸び縮みをするという、これは作ってても楽しいですし、こうやって実際動かしてみても楽しい構造ですね。で、次に腰部腰周り。まずこの横側のこの部分ですね。まずここにピンがありまして、ここのピンを起こすことによって、この先端に武器とかマウントするためのピンを外に出すこともできますし、この横のベルト自体が腰部側と接続されてますので、外してこんな風に干渉を下げて稼働させることができるようになっております。で、この真ん中の部分、まあフロントスカートというわけではないんですけれども、両側がこんな風に少し手前に引き出してカタカタと稼働させることができます。ただ、動かすよりもこのままの状態で、特に脚部の稼働に妨げにならないので、まあ、多少動くよって感じですかね。で、後ろの方のこのリアスカート、これは後ろとの稼働があります。で、太ももの接続は軸接続。接続の位置を下げるとか、そういったギミックはありません。まあ、下げなくても十分な稼働があります。この状態で、前とか、後ろはスカートどけておけば、この位置まで上げることができますし、横方向についてもほぼ水平まで持ってくることができます。結構ボリュームなら足はしてるんですけども、補助力も十分です。で、ここの部分にロールがありまして、膝については先ほど話した TPE を利用したことによって柔軟な可動が設けられております。可動そのものは1個です。ただそれに加えて多少こういったところが連動して動くギミックもあるんですけども、まあ、まず曲げてみますね。この状態が膝を曲げますとこんな感じにこういったところとかが連動して動いていて、ここもそうですね、一緒に連動して動いてこんな風になって、あ、ここまでかなと思いきや、そこからさらにグイッと、こんな角度まで曲げることができるようになっております。前から見ても、ここの部分もなんか筋が伸びているような表現とか、ふくらはぎの部分を押し込まれているような表現とか、この TPE という素材を利用したことによって、非常に柔軟なこの脚部の可動が、一個の関節ですけれども、より人間らしい可動が、このキットには設けられております。ここももう何回いじくってても楽しいんですよね。この側面の部分もクリアパーツの奥に内部構造的なもの、ちゃんとベースのブラックとは別にシルバーパーツも入っていて、こう置いたところ透けてみるのもかっこいいですよね。で、最後足首ですけども、足首もちょっとここは分かりにくいんですけども、要は腰部と同じですね。赤いパーツの中にこのシルバーのシリンダーが入っているような状態で、つま先を下げますとここの部分がこんなに伸び縮みします。で、軸接続で左右に傾き変えることもできますし、このかかとの部分のこのパーツとこの前のパーツ、ここに独立した可動があります。で、さらにつま先にも、こんなに下に下げる可動がありますので、走ったり、跳ねたり、飛んだりというポージングでも、足裏の形状もぴったりそのポーズに合わせて、バッチリ決めることができるようになっております。全体的にこのキットそのものの大きさっていうのは、冒頭にご覧いただきました、ナイト・オブ・ダーク・スカイとか、ザ・レギオン・オブ・ソーに比べると、大きさそのものはどちらかというと小さめで、こじんまりしたキットには仕上がってはいるんですけれども、この TPE を利用したことによる人間らしい可動、人間らしい柔軟性や、まあそもそも非常に可動とかプロポーションがいいのもありまって、かなりこう動かして楽しい、作って楽しい、素晴らしいキットだったと思います。で、まあ実際メーカーさんもしかしたら若干違うかもしれないんですけども、この両側にですね、冒頭ご覧いただきました、ナイト・オブ・ダーク・スカイと、ザ・レギオン・オブ・ソー、一緒に並べてみますと、まあ大きさが全然違うので、あれなんですけれども、こんな感じのサイズ感となります。ちょっと同じ字並べるとこんな感じで。まあ、こうやって見ていただきますと、従前のキットに比べるとかなりコンパクトになった印象もありますけれども、例えばこの隣にですね、私が唯一持っておりますマスターグレードのガンダム、並べてみますと、こんな感じで、ボリューム的にもサイズ的にも一緒に飾っておけるぐらいのボリュームになったなという気がするんですよね。
まあ雰囲気とか設定とかそういったものは全然違いますけれども、異形感あるような巨大さでもないですし、それに単体ではないですからね。先ほどご覧いただきましたあのサポートのワンチャンロボ、あれを背中にマウントして、それぞれのサブアームに武器なんてマウントしようものならかなりの大ボリュームでかっちょよく飾ったことができると思います。今目光らせたんですけども、あんまりわからんすね。オーバーゼロテイスターはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたオーバーゼロテイスター、いかがでしたでしょうか。発売前サンプル品ということでご提供いただいたこのキットなんですけれども、潜在画像の段階でも稼働がいいなとか、付属する武器とかサポートメカとか遊び応えも十分だろうっていうのは十分分かってはいたんですけれども、いざ実際に作ってみて何より驚いたっていうのはやはり TPE を利用した実際の人間の筋肉のような柔軟性を活用して関節構造が1個でありながら肘とか膝とかグリグリ曲がるっていうのは作ってる段階でも楽しかったですし、いざ完成して動かしてみた時に軟質パーツがいい意味で押しつぶされてほぼ人間と同じ可動域まで曲がるっていうのは、いやこういったプラキットもここまでの水準に来たかっていう風にもうただただ圧巻でしたね。全体的なキット構成からいきましても非常に豪華な展示ベースとか、背中にマウントしたり手に持たすことができるサポートのロボットメカとか、テイスター本体の方でも非常に豊富な武器類やエフェクトパーツ、お目目の発光ギミックとか、ウエストとかすねにあるシリンダーギミック、まあ、この動画の中では全部語り尽くせないぐらい楽しめる要素が盛りだくさんでした。全体的にサイズ感がナイト・オブ・ダークスカイとかザ・レギオン・オブ・ソーよりもちょっと小さめになってたっていうのが、これはこれで他のキットとの親和性も含めてより飾りやすくなったんじゃないかななんていうふうにも思います。で、今回のこのキットなんですけども、現時点で私がご提供いただいた77フィギュアさんの方でも絶賛予約受付中となっております。77フィギュアさんの商品ページの方では、現時点では商品価格がまだ出ておりませんが、他のところでいろいろ調べてみますと、実売価格としておそらく7000を切るぐらいじゃないかなっていうふうに思われます。これだけの内容で7000切るっていうのはとてつもなくお買い得だと思います。概要欄に77フィギュアさんのトップページや、今回ご紹介したキットの商品ページリンク貼っておきますので、この動画をご覧いただいて、あ、自分もちょっと作ってみたいなと思われた方はぜひそちらの方からご予約の方してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。